久保さん、だいぶ長くぼやきましたね。ちょ今回短めでいきましょうか。まあ、商品売れってことですね。商品売れと。お金稼ぎたいんだったら商品売れと。で、商品作れないんだったらアフリエイトしろと。もうこれしかないんですよね。で、じゃあ商品売る相手がいません。アフリエイトする相手がいません。集客しろと。で集客するために動画を撮るなり、Twitter やるなり、インスタやるなり。なんや。なん何でもいいんでやりましょうって話ですね。まあ、さっき僕インスタ投稿したんですけど、コーヒーカップね。 いい感じで、今回いい感じの投稿ができたなっていうコピーもちょっと言えたんで、はい。今日から売りましょう。いってらっしゃい。